6月、一年に一度初夏の日差しを受けながら、札幌の街は踊り子たちの舞台に生まれ変わります。13回目を迎えたよさこいソーラン祭り。今年は延べ4万3000人の踊り子たちに、過去最高の208万人の観客が沿道から声援を送りました。祭りの経済効果も220億円と過去最高の結果をもたらし、北のカーニバルを目指し成長し続けています。観客に好評の5丁目のフードパークは、今年祭り開催前から営業を始めました。農産品にこだわったメニューや、祭りに参加している農業・漁業に従事する方々に直結した産直コーナーのほか、国際交流の台湾ブースが祭りの雰囲気を盛り上げました。こうした道外・海外への広がりを見せるよさこいソーラン祭りに、行政側も夕食会を共催するなど支援に当たっています。今年は台湾の蘇清伝観光局長も来札、祭りが国際観光の架け橋となりました。さまざまなお客様を迎えた金曜の夜、祭り中盤最大の見せ場、ソーランナイトが始まります。去年のファイナル進出チームやゲストチームなどがステージを盛り上げます。全国から踊り子たちが集まる土曜の朝、メイン会場の大通り西八丁目ステージをはじめ、市内の各会場はにぎわい始めます。知事公館では知事主催の朝食会が開かれ、全国各地からお見えの来賓の皆様をもてなします。週末は地元商店街や企業が自主運営する各会場も動き出し、街中が文字通り舞台に変身。夢という字をはめてですね、無限大。このように拡大された祭りの運営は、組織委員会のみならず、メイン会場を運営する学生実行委員会をはじめ、チームが横につながる支部長会議やボランティア会議など、さまざまな組織が連携を取り支えています。こうして生まれる7000名のボランティア体制が祭りを作っているのです。世界に広がれよさこいソーランカーニバル、乾杯。また全国に広がるチームをつなぐ交流委員会も発足し、祭り期間を超えた広い活動が期待されています。祭りの屋台骨を支える組織委員会は、 NPO から生まれた株式会社ヨサネットと共同で新しい企画を展開。 i モードやフォーマを利用したモバイル情報の充実が図られるほか、今年初めての試みとしてインターネットテレビの生放送が行われるなど、通信事業を積極的に展開し、最新の技術と祭りの融合を模索しています。地域に根ざした人と人との触れ合い活動も教育事業として活発に取り組んでいます。仲間作りと踊りの楽しさを次の世代につなぐため、課外授業に出向くキテキテ先生の企画がその一つ。また北海道日本ハムファイターズの公式応援歌や振り付けのプロデュースにも携わり、ファイターズなること応援 DVD が札幌ドームの応援に一役買っています。今年は大通りパレード会場も大きく変身、桟敷席が両サイドに作られ、多くのお客様に迫力ある踊りを間近でお楽しみいただきました。
祭りがフィナーレに向かい最高潮に盛り上がる土曜の夜、1万人の踊り子が光り輝き華やかに舞うソーランイリュージョン。満席の桟敷席から観客たちの歓声がいつまでも響いていました。ソーランイリュージョンでチームの枠を超えた踊り子たちが夜全国交流会を催し親睦を深めます。この催しもチーム間で連携を図り作られた交流委員会が自主的に主催し、よさこいソーランのさらなる広がりを支えています。乾杯。乾杯。はい、はじめまして。祭りの最終日、大通公園の西八丁目ステージは5日間の祭りを締めくくるフィナーレを迎え、緊張に包まれます。ステージは今年作られた公式ソング海の神様のライブコンサートで幕開けです。年々増え続け、あふれんばかりの観客誘導には地元警察の協力を得たほか、今年は西5丁目にも中継ビジョンを置き、大通公園を埋め尽くす観客たちに応えました。全国から著名人が集い、審査席から333チームの頂点を見極めます。女優中村珠緒様、無事コンテストを終わらせ祭りを成功させたい。ステージを守る学生実行委員会のスタッフの緊張も頂点に達します。発表します。第13回よさこいソーラン大賞は新琴似天風流人。第13回の大賞受賞チーム、新琴似天風流人の踊りをご覧ください。感動と喜びの涙があふれ、学生実行委員たちの達成感がステージを包みます。観客と
踊り子たちが称賛の挨拶を交わし、5日間の祭りに幕が下ろされます。また来年、さらに成長したよさこいソーラン祭りまで、舞台はいつもの町に戻ります。でも今思い出してみて、地球。